こんにちは、皆さん一周です。このチャンネルでは火山アクセが地球最新情報と元気をお届けしております。10月28日のメンバー限定講義は、草地屋根さん巨大湖と温泉誕生ということでお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら地震情報ですね。なんとして皆さん、今、西日本でとんでもないことが起こっているということが新たに判明いたしました。 今日の動画では地震の最新情報をお届けするとともに、西日本今後大丈夫かどうかということで詳しくお話しさせていただきます。はい、というわけで今日もよろしくお願いいたします。西日本マグニチュード7.3大地震の前兆ですということでね、3つのテーマをご意いたしました。まず一つ目、地震の最新情報。西日本に異変が現れました。 今後大丈夫かどうかということでお話しさせていただきます。まずはじめにこの動画の結論から申し上げておきますと、西日本今後地震に要注意ということなんですね。一体どういうことなんでしょうか。それはこの動画を最後まで見ていけすと、とってもよくわかりになりますので、と最後までご覧ください。 それでは今日も元気にやっていきましょう。まずはですね、地震の最新情報ということでお話させていただきます。今、東海地方の沖で活発な地震が発生しているということなんですね。地震が起こっておりますのは、東海地方の伊豆半島の東側ですね。ここで今、活発な地震が発生しているということで、地震活動の図がこちらになります。見ていただきますと、この伊豆半島の東側の海でね、ブワーっとですねたくさんの地震が発生し というのがわかりますね。 このたくさんの地震ですが、19日から22日にかけて、活発地震がですね、発生しているということでございます。これらの地震はすべて震度0の、ポンズが動かない地震でございますけれども、小さな地震ですが、ブワーっとね、起こっているということですね。で、このあたりなんですけども、ちなみに危険エリアであるということなんですね。地震が活発な場所の南でございますけれども、線がありますね。これはですね、伊藤木断層と呼ばれている危険な断層でございまして、 マグニチュード6.7程度の大地震が予想されている断層になります。またですね、断層の左手なんですけども、1989年に、この海でね、噴火が起こった場所にもなりますね。 はい。実際にですね、海で噴火するとね、こんな感じの噴火になりますけども、1989年ですね、ご覧のような爆発的な噴火が伊豆半島の東側で起こったということになります。はい。ということでね、この辺り、危険エリアで今地震が活発になっているということでございまして、今後も要注意です。ございます。続きまして、今日の本題ですね。 西日本に異変が現れたということでお話しさせていただきます。今回異変が現れましたのは、西の島から東に約1182キロ行ったところにあります、長崎県の南島原市ですね。南島原市といいますと人口約3.9万人、面積170平方キロメートル、西の島46個分の大きな町でございますが、今回この南島原市で事件が発生したということなんですね。 どのような事件なのかと言いますと、なんとして皆さん。 大量のマイワシが南島原市で打ち上げられたということでございます。この打ち上げられたマイワシの体長は約10センチ程度。その数なんと10万匹以上のマイワシが南島原市で打ち上げられたということで、ね、ありまして、まあ、とんでもない事件が今回起こってしまったわけでございます。はい、すごいですね。では、なぜですね、今回マイワシは打ち上げられてしまったんでしょうか。これ大きく2つの要因がですね、考えられます。 まず1つ目何かが原因で迷い込んだ説2つ目は巨大地震の前兆説1つ見ていきましょうまずは何かが原因で迷い込んだ説ということなんですけどもね はい。普段このマイワシなんですけども、沖の海で暮らしているようなんですけども、今回何か迷い込むようにですね、南島原市に入っていったということでございます。で、これどうしてマイワシが南島原市に入ってきたのかというのは、今のところ原因はわかっていないということでね、不思議なことが起こりました。 そして、もう一つが巨大地震の前長説ですね。過去の事例を挙げますと、明治三陸沖地震です。1896年に起こりました、マグニチュード8.5の巨大地震ですね。38メートルの津波が発生し、犠牲者2.2万人を出した大きな災害でございますけれども、この地震の直前に、イワシがたくさん取れたというですね、情報がありますね。というわけで、今回、まあ、南島原市では、イワシがですね、 何らかの異変を感じ取ったのかもしれませんね。興味深いことが起こったということでございます。 では、気になってくるのは、これ今後大丈夫かどうかということでございますが、ここで皆様に今日の問題でございます。今回、イワシが打ち上げられました。南島原市の意外な名物とは次のうちと一緒かということでお考えください。え餃子、チャーシュー麺、お手洗い団子、謎組織の長万部、秋太鼓を世界に広める会が作った幻の一品、イギリス、宇宙のパワー、さあどうしようかということをお考えください。さ二。 1>, 1、はい、終了です。正解はですね、なんと、これは、4番のイギリスということでありましてですね、皆さん、意外にもこの南島原市、イギリスと呼ばれている郷土料理がね、有名ということなんですけど、皆さん、この南島原市のイギリス食べたことある方いらっしゃいますか一体どんな味がするんでしょうか美味しそうですね。はい。まあ 余談はですね、これぐらいにしておきまして、今日の本題と参りましょう。この度、大量のイワシが打ち上げられました。えこの南島原市え、今後大丈夫かどうかということでございますが、これ今後もね、要注意ということですね。要注意な点としては大きく2つあります。 まず一つ目、マグニチュード7.3の大地震が起こる場所だということ。で、もう一つが、地震と山崩れが危ないということで、一つ見ていきたいと思います。まずは、マグニチュード7.3の大地震が起こる場所なんだよということなんですね。この南島原市の北側にですね、ご注目していただくとえ、たくさんの線がね、あるのがわかると思います。特にですね、この真ん中の線、赤っぽくでなっておりますけども、この赤い線は、え雲前断層群と呼ばれているえ危険な断層なんですね。えこの雲前断層群では、 マグニチュード7.3程度の地震が予想されている断層になります。マグニチュード7.3というと、1995年の阪神淡路大震災と同じぐらいの規模の地震が、この雲前断層群で発生する可能性があるということになります。確率ですけれども、30年以内に最大で4%の確率で、この断層で発生してしまう可能性があるということでね、気をつけないといけません。 そして、えー、もう一つ、ここがね、えー、要注意のポイントなんですけども、えー、地震と山崩れが危ないですよということですね。例えばですね、皆さん、この危険な断層、雲前断層群で、マグニチュード7.3の大地震が発生したとしましょう。そうするとですね、マグニチュード7.3の地震の規模ですから、これ最大震度7が観測される恐れがあります。最大震度7と言いますと、耐震性の低い木土自宅は壊れます。 水道ガス電気が止まる可能性があります。そして、えポンズが蒸発してしまうという非常に恐ろしい地震がこの震度7ですね。で、さらにですね、これだけではありません。この大地震の後に山崩れが発生する可能性があるということなんですね。 山崩れが起こってしまう可能性あるのは、この雲仙断層群の、えー、右手にあります、えー、雲仙普賢岳なんですね。こちらが雲仙普賢岳でございます。1990年から、えー、96年にかけて噴火しました。その噴火によって火砕流が発生し、えー、43名が、えー、犠牲になった大変痛ましい、えー、犠,牲を犠牲を出したですね、事故を起こしました、えー、のが雲仙普賢岳でございます。で、実はですね、この、えー、雲仙普賢岳なんですけども、えー年間 時間で3セセンンチから10センチです、ね、徐々にじわ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 ずれ動いている状態であるということでございまして、まあ今、バランスが悪い状態なのが、このうんぜふげんだけなんですね。 はい。で、そんなバランスの悪い状態の山の近くで大地震が起こってしまえばどうなりますかということです。これは山崩れが危ないということでございますよね。はい。まあイメージとしてはですね、坂道で、えー、こう背中を、えー、後ろからドーンと押されるようなイメージですよね。はい。人、それが人だったら簡単に、えー、転げ落ちてしまいますけども、それと同じようにですね、えー、この近くでこの雲前復元だけで大地震が起こってしまえば、その地震が引き金で山崩れが起こます。 起ここってしまうう可能性があるんじゃないいかということでこれ危ないですよね、はい、で山崩れが起こると何がやばいかというとですねまず、えー、土砂が雪崩がこの町に流れ込むともうそれだけでも被害するのに近くにねこれ海があるんですねでこの雪崩が海に流れる込むことによって、えー、巨大津波が発生することも考えられます。 はい。で、そうすると、えー、大きな被害が出てしまうわけです。これは、あの、適当に言ってるわけではなくて、えー、過去にそういった事例が存在するんですね。それが、この雲仙復だ岳の左手にある、真、え、眉、ー、山でございます。1792年に、山崩れが発生しました。この山崩れの原因は、えー、地震が原因だったんじゃないかと、一説では、えー、されておりますね。で、この、えー、山崩れによって土砂が海に流れ込んだわけです。 で、その流れ込むことによって、巨大津波がですね、発生しました。で、この巨大津波によって、犠牲者1万5000人を出した大災害となってしまったんですね。これが、1792年に起こりました、島原大変被護迷惑と呼ばれている大災害になります。ということで、ね、過去にまあ同じようなことが起こっているわけです。この歴史がまたですね、繰り返し発生する可能性があるということで、この島原のあたりは気をつける必要があるということでありましてですね、皆さん、今後も 要注意ということなんですねまた新しい情報が入ったらえすぐにお届けいたしますので情報を見逃さないためにもぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますでは今日の問題でございます日本で一番水揚げ量が多い魚は次のうちどうでしょうかということでお考えくださいサバ、マイワシ、アジ、カツオ、宇宙のパワー、さあどうでしょうかということでお考えくださいということでね、正解した方にはハートマークをつけたいと思います では、ここまでの簡単なまとめを繰り返したいと思います。まずはですね、伊豆半島の東側で活発な地震が発生しております。19日から22日にかけてね、活発な地震が起こったということです。また、この辺りですけども、南は伊東沖断層、マグニチュード6.7程度の地震が予想されている断層がありますし、左手はですね、1989年に噴火が起こった場所があるということで、危険エリアでね、 今地震が活発になっているということで、これもしかしたらね、あの火山があの原因で、えー、地震が活発化している可能性もあるかもしれませんね。はい。ということで、これ要注目の地震です。で、えー、今回ですね、えー、西日本の、えー、この九州の島原市で、 えー、大量のマイワシが打ち上げられたと、その数なんと10万匹以上ということで、すごいですね。で、普段マイワシは沖の海で暮らしているようなんですが、どうやら、えー、南島原市に迷い込んだと、今のところ原因分かっておりません。過去にはですね、地震の前に、えー、イワシがたくさん取れたという話がありますね。よかったら参考にしてください。で、えー、今回ですけども、このイワシが湧き出たですね、えー、南島原市、えー、北側には、えー、雲仙断層群と呼ばれている危険な断層があるということですね。で、例えば 例えばもしこの雲仙断層群で大地震が起こった場合雲仙普賢けで山崩れが危ないんじゃないかということですねはい雲仙普賢け年々ね、えー、この山がですねずれ,ずれ落ちてバランスが悪い状態ですからそんな、えー、この山で地震が近くで起こってしまうとですねたちまち、えー、この雲仙普賢けが、えー、大きく崩れてしまうんじゃないかということでねこれはあの大きな心配ですねはい で、最悪の場合ですね、この、えー、雪崩が海に流れ込んで巨大津波が発生し、えー、大きな被害が出るんじゃないかということで、歴史がですね、繰り返さされてしまう、恐れがあるということで、えー、こちら、えー、気をつけていく必要があるということでお話しさせていただきました。い以上が今日の放送内になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山最新情報、ドッキンをお届けしていきたいと思いますので、 ツイッドもチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。地震と噴火のライブ放送もやっております。10月28日のメンバー限定講義は、草津あさん巨大湖と、えーお、お、温泉の誕生ということでお話しさせていただきます。こちらどうぞよろしくお願いいたします。それではまた皆さん次回の動画でおいてしびしゅくちゅいりぎイぐちッぴグツイッピ